小泉善一郎は、日本の政治家、栃木県佐野市長を務めた、阿蘇郡佐野町に生まれる。実家は、織物業を営んでおり従来代で家業を継ぐ。1929年、佐野町議会議員に就任し、以後14年間務める。また、1935年9月から1939年9月まで、阿蘇郡選出の県会議員を務めている。この他に、 佐野織物工業組合理事長や日本面織物工業組合連合会幹事なども歴任している。1942年佐野町長に就任。当時の佐野町は周辺の自治体との合併による市政志向を検討しており、小泉はその実現に向けて主導的役割を果たした。1943年4月1日佐野市が発足。 市政施行後発の市議会議員選挙に際し、市長代理の地位にあった小泉は立候補者の乱立を防ごうと奔走している。市内各地区は、それぞれ立候補者を推薦し無競争での当選を図った。しかし、小泉らの思惑に反し、立候補とどけで締め切りまでに、定数30に対して41名が立候補し、激戦となってしまう。市議会議員選挙を経て、 同年6月の臨時会で小泉は全会一致で市長に推薦される。同月29日市長に就任した。1944年7月には消防本部を竣工している。終戦後の1946年には公職追放の対象となり市長の職を追われた。しかし1955年5月には再び市長に 中日1959年4月まで勤めた。1956年には、ゴミ焼却場と堀米橋を完成させ、1957年には、農業委員会の統合や出張所の廃止を行った。1977年5月15日午後4時20分、脳出血により、佐野市内の病院で死去した。84歳ボーありがとうございます。